超短パルスは数ピコ秒以下の時間的オーダーの電磁パルス。2014年現在はフェムト秒からアト秒の時間的オーダーのものを言うことが多い。超短パルスは光学スペクトルが広がっており、モード同期したレーザー発信機で発生する空気を含めた様々な物質で非線形な相互作用を引き起こす強度があることがある。この過程は非線形光学の分野で研究されている。 横軸に時間を取った超短パルスの例、振幅と強度はガウス関数で記述されている。位相の関数は二次方程式で記述されているが、その結果、周波数は時間とともに線形に増加している。これを鳥の鳴き声に似ていることから、チャープという超短パルスに対応する現状は、パルスの中心波長に対応した各振動数オメガ0、ディスプラスタイルオメガ0で振動している。 電場 E は複素数を含んだ式で表せる。形式的には実関数に対応した複素表現で記述される。この時、各周波数オメガ0、ディスプラスタイルオメガ0は通常複素数を含んだ式で表し、強度の関数 I と位相の関数プサイは分けて記述できる E イコール IEI オメガ0 t i プサイ、ディスプラスタイル E イコール SQRT。 アイイーハット、アイオメガ、レイティーイハット、アイプシー周波数領域での複素数を含んだ、電磁場の記述は、E のフーリーへ変換で記述できる、E イ,イコール回、ディスプラスタイル、E イ,イコール、マスコール、FEI オメガレートン、ディスプラスタイル E イハット、アイオメガ、レイティーの項があるので、E、ディスプラスタイル E はオメガ、ディスプラスタイルオメガを中心とし、ただ、単に E、 ディスプラスタイル E と書くだけで E、ディスプラスタイル E のこと差し示すことが一般的である時間領域で表されるだけでなく強度と位相の関数は周波数領域でも定義できる E イコール SEI、ディスプラスタイル E イコール SQRTSE ハット i イ s はパルスのスペクトル密度を表す量でファイはスペクトル位相を表すファイが定数の パルス幅は、そのスペクトルにおいて許される最短の幅になり、これを、フーリーエ限界という。また、ファイが二次関数の時、時間が経つにつれて、周波数が増加、または減少する。これをチャープするという。そのようなチャープは、例えばガラスのような物質を、パルスが伝播するときに起こることがある。チャープが起こる要因は、物質の分散による、電磁波の強度を表す関数愛。 ディスプラスタイル I と S。ディスプラスタイル S は、パルスの時間幅とスペクトルの幅を決定する。不確定性原理から、パルス幅とスペクトル幅の積は一定値以上の値をとる。その最小値は、パルス幅とパルスの形状によって決まる。最小の時間帯域幅積、つまり最も短いパルスは、フーリーエ限界のパルスである。一方時間帯域幅積の値が高いパルスは、 より複雑なパルスである。光学機器は連続的なビームにも使われるが、超短パルスにも使われる。超短パルスのために作られた光学機器もいくつかある。パルス圧縮機やスペクトル位相制御装置などがある。それらはプリズムや解説格子で作られる。それらの光学機器をきちんと配置することで入射光のスペクトル位相が変わり、最短の時間幅の、すなわち、 周波数帯域限界のパルスが出力される。パルス成形機は超短パルスの位相と振幅の両方の調整に使われる。パルスのスペクトルの位相の十分な解析は特定のパルスのスペクトル位相を知るためには必須である。空間光変調機は4フェムト秒程度のパルスを調整するために使われる。マルティプホートンイントラプルスインターフェアレンスフェーズスキャンは パルスの特性を調べられるだけでなく、特定の点で、希望のパルス形状を形成することができる。この技術は、機器を動かさず、簡素な機器を用い、超短パルスの十分な構成と調整ができることを、特徴とする。いくつかの機器は、超短パルスを測定できる、パルスレーザーという名前は架空の兵器名として、多数の SF、SF アニメなどで用いられている、作品によって、 原理などは異なる。ありがとうございます。